ただきます。よろしくお願いします。防衛大臣が今回の方もいますけど、誰とは言いませんが、最近一つ前もちょっとあれですね、河野防衛大臣に代わってどんな今後大変でしょうが、今の極東アジアのことを考えれば、正しい判断だったのかなと考えられます。まだまだ暑い。しかし歴代防衛大臣、小野寺氏もいつもなんか交代しているようなイメージがありますが、立派に防衛大臣をやり続けてくれていると感謝しています。前河野外務大臣から現河野防衛大臣、安倍内閣の今後の期待も高まります。小泉進次郎環境大臣も誕生しましたし、日本の今後まだまだ期
期待が持てると考えます。そういえば防衛省が AM3 迎撃ミサイル大量発注しているあの件を見てもやはり迎撃ミサイルは大切だなぁと感じています。北朝鮮がどんな方向へ進むか未だ明確ではありません。やはり少子化問題っていうのはやっぱり気になるところですね。自分の田舎でも結婚をしていない男女が多いです。しかも中年層。やはり結婚しない方が楽でしょうが、結婚しないと子供が増えてこない。やはり子供は日本の宝です。どんどん増やして、やはり世界的にも少子化なのかな、なんかアメリカは違うような気がしているんですが、このアジアだけが少子化になっているような気がします。中国の一人っ子政策でかなり将来不安な状況に陥るでしょう。それも急激にです。私の知り合いが一人っ子で中国人の方と結婚していますって言ってました。やっぱり一人っ子の子供をもらうのは申し訳ないなと。まあ中国からちょくちょく日本へ遊びに来てるみたいです。その友人も今ではなかなか楽しんで生活しています。この日本でどう大きく変わるか。